はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデル、ランボルギーニムルシエラボです。はい、今日はトミカハックもそろそろ近くなってきたので、イベントモデルの方を見ていきたいと思います。ボディカラーはレッドのソリッドだね。結構光沢のあるレッドでかっこいいね。で、ボンネットのところにはランボルギーニのエンブレムがプリントされてます。あとヘッドライトのところは塗装だね。ちょっとこんな感じでヘッドライトを立体的に見せるような塗装がされてます。で、フロントはこんな感じだね。で、ルーフの部分はこんな感じになってます。で、運転席側はこんな感じだね。ここにトミカイベントモデルってプリントがされてあるね。で、後ろの方はこんな感じだね。ランボルギーニってプリントがされてあって、テールランプはレッドとシルバーで塗り分けがされてあるね。で、このメッシュの部分とか細かな塗装がされてすごく綺麗だね。で、側面はこんな感じだね。ここにもトミカイベントモデルってプリントがされてます。で、上を見てみるとこの部分だね。エンジンのフードのところも細かな作りになってます。かっこいいね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ホイールのリムの部分はレッドのメタリックだね。ボディのレッドに合っててかっこいいね。で、裏の方はランボルギーニムルシエラゴナンバー87番の2003年のシャーシになってます。2003年って言ったらもう15年ぐらい前だよね。その時から形は変わってないのかな。もし変わってなかったらすごく完成度が高いね。で、内装の方はこんな感じだね。ガラス自体がちょっとスモークの樹脂パーツっぽくなってるのかな。ちょっと中が見づらいね。で、横から見るとこんな感じだね。この部分の小さなガラスの部分も樹脂パーツで作られてます。珍しいね。通常ならこの部分もダイキャストで作られそうだけどね。いい感じになってます。で、箱の方はトミカイベントモデルのパッケージだね。ナンバー23番ってプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、ここにランボルギーニのライセンスシールがあるね。裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルのランボルギーニムルシエラゴを紹介しました。で、このモデルはボディカラーのレッドがすごく綺麗だね。で、このリアの部分の作り込みもすごく細かくてかっこよかったね。で、このヘッドライトの部分はヘッドライトをこう立体的に見せるために塗装で表現してるんだね。ちょっとおもちゃっぽく見えるからクリアパーツだったらもっと良かったよね。で、あえて派手なプリントとかがされてないのでシンプルな感じでいいね。せっかくだったらこのイベントモデルの文字もいらないかな。で、このモデルを手に入れたい方はオークションだとちょっとプレミア価格になってるので、次回のトミカハクとかで購入されるといいと思います。そろそろトミカハクの時期なのでイベントモデルをいろいろチェックしておきたいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。